長岡市立白丸小学校は新潟県長岡市に所在する市立小学校である。期限は1874年、児童は赤木っ子と呼ばれる。作詞、東山雲平、作曲、小山作之助1923年に創立1 0周年を迎えたことがきっかけとなって誕生した。デザインは大観予作によるもので、雪、ガツ、 花をモチーフにしたもの。赤木児童会と呼ばれる児童会がある。白丸小学校を卒業した児童は、多校進学者を除いて、校区内にある南中学校に進学する。1874年、柏崎県第16大区小4区、公立区内校の付属文庫を白丸校として発足する。1879年、区内校より分離し、 白丸校は独立校となる。1879年、新潟県越腰氷白丸小学校へ改称する。1891年、学生改正により、越郡村立尋常化、白丸小学校へ改称する。1891年、校舎を新築する。1899年、高等化の平地が開始されたことに伴い、 腰群村立白丸尋常高等小学校へ、称する。1909年、高訓下を制定する。1914年、校舎を改築する。1921年、腰氷白丸村が、長岡市に九州合併されたことにより、長会地白丸尋常高等小学校へ、改称する。1923年、創立五0周年記念式典を挙行する。 1923年、後期と効果が制定される。1930年、高等化を川崎港に移したことにより、長会地四郎丸尋常小学校へ改称する。1934年、校舎が現在地に移転することに伴い校舎が新築される。1934年、 創立60周年記念式典を挙行する。1941年、超大会地白丸国民学校へ改称する。1945年8月2日、空襲による被災者の収容所となる。1945年9月10日、空襲被害を受けた長岡市千住国民学校に、通謡児童の受け入れが開始され、旧教室を千住国民学校の仮校舎として提供。 1946年12月29日、新潟県長岡市千住国民学校下理工の設置が終了する。1947年4月1日、新潟県庁、岡市白丸国民学校から、新潟県長岡市立、白丸小学校へ改称する。1947年4月1日、 長岡市立南中学校が校舎内に閉地された白丸文校で開学する。1947年4月、学校給食が開始される。1950年、PTA が発足する。1952年3月31日、南中学校白丸文校の設置を終了する。1953年、創立80周年記念式典を挙行する。 1953年、第2校歌が制定される。1960年、第1回、美術教育研究大会が開催される。1963年、県科学教育優秀校として、表彰を受ける。1964年、天体観測施設が竣工する。1967年、理科教育研究会開催され、理科教育部門で、 学研教育賞を受賞する。1968年、PTA 活動で文部省文部大臣賞を受賞する。1968年、読売教育賞を受賞する。1968年、ソニー優秀賞校を受賞する。1972年、科学技術庁長官賞を受賞する。1972年、現在の校舎が完成し竣工する。 1978年、児童数の増加に伴い、プレハブの仮校舎が6教室増築され設置される。1979年、科学技術庁長官賞を再び受賞する。1979年、PTA 活動において、全国 PTA 連合会長賞を受賞する。1981年、長岡市立豊田小学校が新設されたことに、 ともない、豊田小学校の学区内の生徒を分離する。1982年、屋内体育館が改築される。1983年、南校舎が解体され、グラウンドが整地される。1983年、赤木の庭が造成される。1983年、創立110周年記念式典と祝賀会を、挙行する。1988年、 動物小屋が改築され、竣工する。1989年、プレイルームが新設される。1993年、創立120周年記念式典が挙行される。1994年、体育館ステージが完成する。1999年、触れ合いルームが開設される。2001年、中華人民共和国体系史より、教育施設団が来行する。 2001年、赤城コマランドが開園する。2003年、創立130周年記念式典が挙行される。2004年10月23日、中越大震災により被災。2004年10月24日、教室棟の使用が全面的に禁止される。2004年11月9日、豊田小学校、川崎小学校、 川崎東小学校への分散授業を開始する。2004年12月24日、分散授業を終了する。2005年1月、グラウンド上に設営されたプレハブ校舎にて、3年生から6年生までの生徒の未授業を開始。2005年、中越大震災の復興を記念した食事が行われ、花水木の木が植えられる。2006年、 管理棟校舎の耐震補強工事が実施される。2010年、特別支援学級、ニコニコルーム落ち的き、情緒の2学級体制で開設。2011年10月10日から10月11日、宮城県石巻市、名取市の被災地を、当時の5年生、6年生の代表児童30名が、視察。仙台市立、白丸小学校の児童と交流会を実施。 2011年、新潟県教育公務員、交際会主催、特色ある教育実践講論文において、優秀賞を受賞する。2012年10月9日から10月11日、2007年度、入学生の6年生児童全員が、東日本大震災復興支援学習として、宮城県を表敬訪問し、仙台市立、白丸小学校の児童と交流会を行う。 2013年、創立140周年記念式典を挙行する。2014年6月1日、全日本学校関係力化コンクールにて、準特選を受賞する。ありがとうございます。